グスタフ・六世やドルフは、ベルナドッテ王朝第六代のスウェーデン国王。グスタフ・五世の長男。母は、バーデン大公フリードリヒ一世の娘ビクトリア。1980年に発行された銃クローナ紙幣に、肖像が使用されていた。グスタフ・六世やドルフとルイーズ王七・グスタフ・五世が、長寿のため、王位についたのは68歳になってからだった。 その間に王太子となるはずだった長男、ベステルボッテンコーグスタフ・アドルフ王子が、1947年に、航空事故により、コッペンハーゲンで死去しており、残された孫のカール・グスタフはまだ幼児だったため、グスタフ6世を最後に王政を廃止して、共和制に移行すべきという議論が議会でたびたび、行われた。しかし、グスタフ六世自身も父に劣らぬ長寿を保ち、その間に、 カール・グスタフが立派に成人したこともあって、王政存続が確定した。グスタフ6世の最初の妻は、イギリス王族である、この男を、アーサーの娘マルガレータである。二人の間には、グスタフ・アドルフを、はじめ5児が生まれるが、1920年にマルガレータは、急死した。1 9 2三年、ミルフォード・イコール・ヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンの娘で、 ルイス・フランシス・マウント・バッテン教の姉並びに、エディンバラ公、フィリップのおばにあたるルイーズと再婚する。グスタフ六世は政治的行動を全く取らなかった。これは、スウェーデンの王権の有効性を自ら否定し、後の新憲法による象徴的王政へと転換していく端緒となった。フ不ー・グスタフ五世の頃から王権は制約されていたが、六世の時代はすでに、 歴史の必然となっていた。また、グスタフ・ロクセイは、植物学及び考古学の専門家としても知られ、学者国王として君臨した。そして、スウェーデンの国勢となった、カイアール・スベリエ・アイ・チデンは、グスタフ・ロクセイが、国王即位の時に、スウェーデン国民へ向けて発せられた、政治的な誓いのスローガンである。夫妻での法日時の様子前日の通り、学者国王として知られた。 グスタフ・ロクセイダが、中でも考古学分野においては、中華文化をはじめとする東洋の文化に対する関心が深かったと言われている。大太子時代の1926年には日本を、訪問、東京、京都、奈良などで、自社、遺跡、博物館などを精力的に視察、研究した。この間の業績として、倒産採設が有力だった、小院の三陶器を研究し、 日本製であるという考えを公表した。さらに、日本統治時代の朝鮮にわたって、慶州を訪問し、追放塚における発掘作業を視察した。また、ゴルフやテニス、フライフィッシングなどスポーツの愛好家としても知られ、三男ベルティルのスポーツ好きも、父親譲りだったとされている。最初の日マルガレータとの間に4男1女を設けた。グスタフ・アドルフと家族。 ありがとうございます。